ついてるんですけれども、はい、ビフォーとカラーの状態と、うん、あとその後カラーレシピだったり塗り方っていうのを教えてください。はい、お客様です。ビフォーは、1ヶ月半前の、暖色系の暖色系のカラーが色落ちして、で、10レベルの、暖色系のナチュラルベージュ的な色になっていまして、で毛先の方は、退色なんだろう、ダメージもあって、さらに退色して11レベルくらいのビフォアでした。で、それに対して基本暖色系が似合うので、暖色系の中でも、全体のベースは、ピンクベージュ、はい、ツヤが出つつでも、彩度高めにしているので色味でちょっとこう個性が出るような感じ染めまして、あとはインナーですね、あのサイドの、アウトライン、2センチくらいと、バックのそこからつながってね、バックのアウトライン2センチくらいを、インナーに関しては、ライトナーを使用して16レベル程度の色で言うと、ピンクベージュにしたかったんですけど、やっぱりピンクを入れるためにはブリーチを使った方が綺麗だったりするので、負担を考えてライトナーにピンクを少し混ぜて、イメージ的にはコーラルベージュ、明度を取るためにコーラルベージュという、あの、なんだろう、範囲で、明度は16、で、染めました。何レベルですか？全体はね、9、9レベルですね。はい、ごめんなさい、色に関してなんですけど、ごめんなさい、なんかそれがあのトレンドとか、いうところ の、 あのポイントではなくて、あのモデルさん の、 あのビフォアでこうカウンセリングした時に、仕事がカフェの店員ということ で、 で割と髪の毛の自由度は高いんだけれど、だけどやっぱりダメージも気になったりとか、そういうところと、あとはカフェなのでいつも髪の毛結ぶというところで、その時になんかこう色のデザインを感じるようなところっていうのをイメージして、なんか行ったことはないんですけど、あのおしゃれなカフェだろうなと思った時に、こう仕事してるシーンを思い浮かべた時に、あのインナーの入れ方、インナーが流行ってるからというよりは、彼女 の、 そのライフスタイルのシーンをイメージして、デザインカラーを、提案した感じですね。そうですね、そもそも色って、なんだろう、光を通して色ってこう人の目に触れるので、例えば OL さんが蛍光灯の寒色系の蛍光灯の真下だったら暖色系の色は映えなかったり、彼女はカフェ店員なんで、だいたい照明って暖色系のランプが多いんですよ。そうするといい感じのグレージュを入れると結構暗いだけに見えたりとかで、カフェも1階のテラス席だけではないので、やっぱり、中に入ると、蛍光灯の照明のカフェってあんまりないと思うので、暖色系の時に発色がいいようにっていうのも含めてですよね。はい、そうですね、なんかそこまでこう、そこまでというか、そういうところに、ヘアカラー、まあ、ヘアデザインのなんか大事なところってあるなと思っていて、トレンドのカラーとかトレンドのスタイルとかって当然あるんですけれど、それを楽しむ方もいらっしゃれば、せっかく僕のところに来てくれるんであれば、もっとこうヘアスタイルってパーソナルなものであるべきだと思うので、そういう意味ではカウンセリングから引き出したその彼女なりの、ライフスタイルとか、そういうところを考慮したデザインというのを提案するように心がけています。じゃあカットの方、はい、はい、でカットはですね、今現在 の、 あのロングがさっき言ったように、この仕事中に結んだりするのにもすごく、機能的であるとか、今ちょっとロングの気分ということでレングスはキープして、ただ下ろして自分で巻いた時にちょっとこう、なんだろう、遊び、顔周りの毛先の遊びがちょっと、欲しいというところと、あとは結んだ時の顔周りのニュアンスで、そういうところでも、デザイン性を、なんだろう、ちょっとニュアンスを、気分を変えたいというところの中で、顔周りの、このレイヤー、毛先のローレイヤーを付け足しまして、あとは結んだ時も下ろした時にも、リバースに流れるこの、
長めのバグをまず設定しまして、でリバースで流しても、まあ、そのまま下ろしてもどちらでもできるくらいの長さにはしてるんですけれど、あれがもう少し短いと伸ばし角の前髪みたいになっちゃうんですよね。でデザインとしてこう毛流れが出るところとかっていうのを設定して、あの長さに設定しました。で、でそのそれよりさらにこうセンターの一番短いところ、多分本数にしたら数十本なんですけれど、あそこに産毛風のチョロバングあのモデルさんの感染の中でも、あのここにちょっとあのなんだろう、このメインの前髪以外にあの後にシースルーのチョロバングをあの作りたいんだけどって、そしたら似合うと思いますよっていう話をした時に、あのチョロバングってあの業界的にはこうね、よく使う言葉なのかなって会話になったんですけど、あんまり聞いたことないんですけど、チョロバングです。説明としてはすごく分かりやすかったみたいで、はい、すぐ納得していただけました、はい、でチョロバングを作ることによって、なんだろう、今時のこうシースルーな感じ、それから、顔周りのがっつり前髪を作ると、まあ、それ以外ができないんですけど、あの感じだ と、おでこを上げてあのこちらの前髪番組になじませることもできますし、あとはマジックカラーでふんわり巻いて、うっすらシースルーの番組を下ろすことができますので、意外と、アレンジが効く前髪ではないかなと思います。印象変わりますよね、あるなしが。はい、でスタイリングは、やっぱりちょっと毛先の遊び動きが欲しいというあのオーダーにもあった通り、毛先を少しあの巻いてます。でご本人も巻ける範囲の巻き方なんですけれど、色の退色を防ぐこととダメージを減らすために、低温140度くらいで今日巻いたんですけど、140度の熱で38ミリで全て巻いてます。で低温で巻くためにはポリッシュオイルが必要なので、ポリッシュオイルを事前に、ワンプッシュ全体的に塗布して、そうすることによって低温でもカールがある程度長持ちしてつきますので、140度の固定で、ベースは、内巻きで、中間から表面の髪の毛は中間から、少し、スパイラル状ですけど巻いたらすぐ縦に巻く感じで、揺れ感が出る程度の巻きをします。でスパイラル状と巻いた毛先も、少し、外羽と内巻きをなんか、混ぜる感じで毛先の遊び感を出して、であとはここの、リバースの前髪に関しては前に引き出して、そして、リバースにカールをつけて、で、多分あの横から見た時にもこの 顔のラインが綺麗に出るような前髪のリバースカールをつけています。うん、巻いた後は基本的にはつけないんですけれど、なんかこうちょっ と、顔周り鬱陶しかったり、あの動いてるうちにこうかかってきちゃったりするのために、まあ、ポリッシュオイルとかってそんなにあのホールド力はないので、それに対してスプレーワックスやソフトキープスプレーなどを使って、ちょっとこの辺だけあの落ちてこないようにホールドする程度ですね、はい、普段持っているも多分そのまんまでできるんじゃないかなと思います。そうですね、であれだけやって多分じゃあ仕事となったらパッとあのもうシンプルなポニーテールでもなんかおしゃれ感が出ると思うので、はい、はい、ありがとうございます。いつもその女性のライフスタイルに馴染むヘアスタイルをこだわっていらっしゃるから、そうですね、なんかトレンドヘアっていうけど、なんか物を売るのと同じで、なんかこれがいい、まあ、インスタで例えばあのバンって出たものに対してすぐ真似されるじゃないですか。でそうすると、まあ、マーケティングでもそうですけど、あとは価格が下がるだけじゃないですか。で薄まっていくじゃないですか。でそれを多分美容師さんも今繰り返してるんですけど、なんかもともとそういう世代じゃないからこそなんですけれどだからあのここに来る意味っていうのがそこにあると思ってますよね。そもそもオーダーメイドであるべきなんですよね、ヘアスタイルって。だからそういう感覚でやってるんですよね。はい、ありがとうございます。